レオで出ていく。うん、こんな感じかな。うん、美味しそう。出たー。もうちょっとネギ好きだったら少しネギ足して、パパラっても、パパラって足して、足して。完成。はい、完成です。出たー。じゃあ、OK な。自然解凍してこんな感じになってます。はい、这个是冷冻的，然后把它放在外面，大概一两个小时就可以 自然解冻就可以了。OK。这个应该是炸馄饨用的吧？卵入ってるね。嗯，卵入ってるよ、その色は。嗯。然后呢？把肉放中间。嗯，之后呢？嗯哼。ちょっとこれ硬いね。あ、そことそこを結ぶんだ。へえ。可以这样。对。確かにその形には分厚すぎるかも。这个是大馄饨，これ大きい。大きい。馄饨。大きいね。一般我们家里做的是像皱纹一样的这样。这种。そっちの方がいいか。嗯。真的小，嗯，就这样就可以了，把它捏捏紧就可以了。因为这里的馄饨比较硬，所以要放点水。少し水つけて，嗯，くっつけばいいの。とりあえずちゃんとくっつけて閉じろってことだね。はい。こんな感じで。はいはい。包む。これ一番簡単な包み方。こういうふうにね、丸めて。出して。はい。こういう。くちゅくちゅシワにして。適当です。そう、シワシワにして、で適当に水をつけてくっつける。そうか、いえ、はい、いろんな包み方あるけど、片栗粉をエビに入れると、入れてお掃除をするらしいです。綺麗になるんだって。うん、倒点生粉。うん、把这个虾洗干净，然后虾壳可以用来做汤。殻がないやつをクルクルするのは、うん、わかるけど、殻のままいっちゃうんだろう。へえ、そう。そしたら、ほら、汚いでしょ。うん、本当だね。グレーになったね。就把虾壳洗干净。等一下虾壳又可以用来煮的。火を洗いました。剥壳。エビの皮を剥い取ります。みじん切りにするの。ああ、うちにスープ作ろう。スープをやりましょう。水を沸かして、お湯、これ水、水の水で、お水、お湯沸かしてから殻を入れて、あ、沸騰してからね、沸騰してから、先把水煮开之后，把虾壳放进去可以做汤，然后呢，把虾切成小粒，ぶつぶつ切ります。歯ごたえが欲しかったやつ。ブツブツでがいいね。うん、もうちょっと細かく、細かい方が美味しい。うん、美味しいかもしれない。包みやすいよ。あ、そうだね、そりゃそうだ、ちっちゃい方が包みやすいよ。もうちょっと細かくしよう。細かく切っちゃおう。叩いてもいいし、うん、手でやった方が美味しいよね。うん、機械だとこれはできないもんね。機械はちょっとできるけど、細かくなりすぎるし、うん、こういうふうにね、叩いた方が一番いい。へえ、中華包丁で。あ、そうね、中華包丁持ってるの。持ってます。わお、ちょっと見た目で怖いから。本当かっこいいじゃん。やろうか。かっこいいよ、中華包丁。中華包丁です。いや、変えちゃう。うん、2
して？わかっこいいじゃんほら。わあ、ツベ人間だよ。ツベ人間のやつなのね。そうだよ。でもこれは中国で買ったの。日本あ別に見たことなかった。オッケー、これで。オッケー。とりあえずあそう。それであ来た。その来た調味料たち。調味料たちが。はい。醤油とごま油と胡椒と。胡椒あとお塩塩砂糖砂糖少しオイスターソースは入れない今日、うん、入れてもいいし入れても入れなくてもいい感じ OK、はい、でワンタンがこれねえなんかワンタンを買うとこれがついてくるらしい、はい、とりあえずその味見まあ、味見あ、びっくりした味見しない生肉は食べないでね、ドイツ人じゃないんだからはい、わかりましたとりあえず、ごま油そうね、油をまず入れないと、はい、いけないんだよね、はい、こういうミンチ系は初めて習いましたごま油入れてます入れて中国語あ、先放点酱油醤油が入りました。放一点点盐。甜点が入ったよ。胡椒。本当、お塩し甜点可愛い。ちょっと少ない。我们不要太咸。うん。胡椒をふりふりしました。放一点糖。ちょっと上手な。小さじで、あ、お砂糖を入れてます。お砂糖が糖ですね。はい。然后呢？でさっきあの生姜をすりおろしてそのすりおろし器を水で洗うついでにその水もそこに入れました。ミンチに姜水。ミンチにお水を混ぜることで柔らかくふっくら仕上がるので。然后呢，我们今天放点葱，用葱花姜水，葱姜水液と生姜の。液体を出してるんだ。液体を出して香り出して。へえ。然后这样就有香味。香が香りだよね。はい。ネギもみもみするのね。もみもみして。へえ。这样搓的话，它的味道就会出来。すごい。緑色になってきた。使いましょう。然后呢，打分三次。三回。あ、そうね。この間習ったやつね。ネギと生姜の汁を3回に分けて入れます。なんか一気に入れるとうまく肉が吸い込んでくれないので、1回ずつ3回に分けてちょっとずつ入れていくと、お肉が水分を吸って、なんかふっくらくになります。这样分三次放进去的话，它的肉就会比较软，然后又很香。これテクニックだよね。誰も知らないよ。これ美味しいですよ。これで味が美味しくなる。中華料理習った先生が水そのままダイレクトで入れてた。あ、そうなの。うん。いや、もうちょっとなんか隠し味。隠し味の生姜の汁とネギもみもみを。そうだ。ちょっと。普段はあのシュガーそのまま入れちゃう時もある。うん。入れない方がなんかレストラン的な味になるとか、うん、あ、そういうことね。うん。うん。丁寧ですね。私だったら全部みじん切りにして全部ぶっこんじゃうんだから。それでもいいですよ。全然大丈夫。全然大丈夫。好きな人だとね、はい。先生沸きました。はい、沸かして。お湯が沸きました。これをエビの殻を今入れました。あ、殻すぐ赤くない。ちょっと置いとくの？うん。そうね。ちょっと取るために少し紹興酒。あ、紹興酒入れるんだ。紹興酒が小さじ1杯ぐらいかな？小さじ1杯ぐらい。うんうん。いいよ、キャップの方が。きれいに。ああ、まあ。小さじ1杯の紹興酒を入れてます。中国語。然后加一点点绍兴酒去腥味，这样煮起来汤就会比较好喝。把火关小一点，少し。加点点入れるの？嗯。
天気を入れないの？うん、少し入れるとその臭みが取れるから。はい、じゃあ中身基本的にこんな感じ。今から味付けに入ります。それでさっきのエビ、エビさん、エビと豚混ぜちゃった。そうです。ああ。あの大体半分半分ずつだけど、でも今日はエビ少ないから少ないの。なんか落ちた。洗い切れましょう。落ちた。あ。虾和肉基本上是一半一半，但今天虾不够，那我们就少一点。然后放点蚝油，蚝油，蚝油を入れます。オイスターソースです。大概一勺左右吧。嗯，大さじ1杯強ぐらいかな。基本上这个馅就做好了。菜，先把那个筋剥掉。セロリは筋があるので、筋やっぱ美味しくないから、こう、なんていうの、手で焼く。はい。すげえ。ちょっと蒸して、引っ張るとこんな感じで。これアメリカンセロリだよね。そうかな。なんか日本に2種類あるじゃん、このちっちゃいやつと。はい、ちっちゃいのは、ま、そのまま使えるから、ね。あ、この大きい束になったやつは、筋ちゃんと取らないと。筋ちゃんと取った方が美味しい。これちょっとした手間が美味しくなるんだね。把这个筋剥掉之后会比较软。然后呢，切成大段。10センチぐらいに切ってます。7センチぐらいかな。然后放进。今日このサーモンミックスを使います。ただみじん切りだけに使います。サーモンミックスを中に違う、セロリをサーモンミックスに入れます。板を下もうちょっとちっちゃくするのね。再打碎一点。もうなんか蓋にヘラが合体したら変な形になってて面白い。ここに蓋がありません一瞬ですそれって機械でやるべきだね。本当はあの切って、少し塩を振って、あの絞った方がいいの？絞った方がいい。よかったね。さらに盐。お塩しました。あの餃子のキャベツの要領でセロリも水分飛ばすらしいです。じゃあ放点盐下去它就会出水。等一下我们就是把多余的水挤掉。ギュッと絞ってます。結構出るね。うん、出る。まあでもこのくらいでかな。もったいないから入れちゃいたい。入れちゃう、入れちゃうもん。とりあえずこれで。え、この汁はスープに入れたりしないの？そうだね、スープ入れてもいいね。後でスープ入れよう。うん、向かないよ。うん、この中に少し入れてもいい。あ、そうかそうか。あのミンチが水吸ってくれるから。はいはい。最初スープこれで最初だしのようにすればいい。結構混ぜ混ぜ。混ぜ混ぜしてます。把它搅拌起来。你又多了一种馅，就是芹菜，芹菜馄饨。なんて言ったの？あのセロリのワンタン。セロリのワンタンね。うん、になります。うん、もう一種類増えました。セロリ嫌いでも結構ワンタンだと美味しいと思うんだけど、ね、匂うかな。いや、少しだけ入れれば。うんうん、嫌いだと。うんうん、基本的に美味しいと思いますよ。ね、嫌いな子多いけど。そうなの。うん。私大好き。私も好き。オッケー。はい。
もうちょっとあのお湯とか使ってみます。もう少し入れてもいいかな、もったいないから。うん、で残りはスープの中に入れましょう。入れよう、入れちゃった。でだーん。あとでもう一回沸かしたらね。先生質問なんですけど、ワンタンはこっちで茹でて、揚げてこっちに入れるの？そう。うーん。これもう一回。本当に中国人はうまいね、スープを作るのがね。ああすごいな。はい。じゃこれでそのさっきの続きで。続きでもう一つワンタンの具ができました。あまり多すぎない方がいいですね。うん、ちょっとが美味しいね、うん、ワンタンの、ほぼワンタンだもんね、ワンタンでね、ワンタンで皮が美味しい。あ、これ別々した方がいいね。そうね、こっちセロリバージョン、うん、それが今日もそのちょっと焼くワンタン、揚げワンタンじゃなくて焼くワンタンにしましょう。そうしましょう。はい、我们今天再来试一下做煎馄饨，把它这样一卷，嗯，放点水。棒ワンタン。焼きワンタン。焼きワンタン用に棒状にしてみました。对，我们今天来尝试一下煎馄饨。焼きワンタンね。嗯。結構ボスリ入れるのね。あ、そう。ぐっと巻いて。こう两边放一点水，然后这样一按下去就把它捏紧。エビの捞出来。エビの殻を今揚げました。然后呢，放点油。ごま油を小さじ半分ぐらいかな。放点盐。お塩がもう小さじ半分。然后放一点酱油，用了ために。お醤油、あ、小さじ一杯ぐらい。然后呢，放一点油葱酥。フライドオニオン。これ買ったやつです。フライドオニオン作るのめんどくさいから買った方がいいかも。そう、便利し。放点葱花。で、今ネギを。小口切りのネギを適当に入れました。じゃあ汤就做好了。スープはこれで完成。スープ簡単、うん、エビの殻でスープできちゃった。はい。うわすごいね。これから茹でます。あ、そう、ワンタンが今本当に超簡単で、ただちょくちょく包んだだけでできました。これを今から茹でようと思います。ただーん。現在開始把水煮开，然后就可以煮馄饨。倒出来了。ふたごさん来たのね。はい。湯を沸きました。はい。水开之后呢，馄饨を入れます。我们也是一边搅一边放馄饨。水餃子の要領ね。くるくる回しながら入れるとくっつかないらしい。上手に揉めるやつ。一边放它就可以粘在一起。一個ずつくるくるしながら一個ずつ入れます。もろもろしないの？すごい。吃的时候再煮，こんなもんだね。食べる時だけ、食べる分だけ茹でてください。ほんなら今回の皮はそんなくっつかないもんね。ミヨンミヨンにはならないから、ゆっくりできるね。はい、これでできました、このスープ。スープ沸いたのでできました。一回沸かすと美味しいね。这个汤滚一下，开一下就好了。これ沸騰したらびっくり水？うん、びっくりしない。びっくりさせない。させない。させない。はい、そのままで。うん。すぐできるから。水餃子はびっくり水をするんだけど、
温蛋はびっくり刺さないらしいです。全部都浮起来就差不多了。然后呢？今度こっち。スープを。然后这样呢，馄饨开了之后，稍微中火，中火で少し。中火でちょっと入れるんだね。はい。稍微再煮一会儿。中身まで熟させて。あ、そうね。火をしっかり通さないとね。火を通さないと。皮がみよみよにならないけど、中には火を通したい。そうです。然后里面煮熟了之后，你看现在就差不多了。它皮皱起来的话，就是已经熟的。皮がシュワシュワってなると、大体熟したって感じ。あ、そうなんだ。具が入ってるとこがシュワシュワってなるのが合図。そうですね。へえ、知らなかった。外のワンタンは中身が少ないんだけど、うちで作ると結構大きく、うんうん、いっぱい入れちゃうから、ね、そうだね。はい、この皮が強いから大丈夫。そうね、分厚いもんね、今日の皮、うん、ワンタンって注文したら揚げワンタンの皮だったのね。そうです、うん、はい、卵入れの何て言えばいいのでも今見ても全然問題ないみたいな。問題なさそうだけど、はい、これで美味しそうと思います。 OK OK、 じゃあ火止めて、火止めてこんな感じ入れていく。 OK、料理出ていく、うん、こんな感じかな、うん、おいしそう。出たー。もうちょっとネギ好きだったら少しネギ足してパパラッてパパラッて足して足して完成。はい、完成です。バイバーイ。じゃあ、じゃあ、可以了。